佐久間大輔がファンの一番の理解者だと思う理由。スノーマンファンの33歳女性が熱く語る。スマイルアップ所属の9人組アイドルグループスノーマン全身ユニットでの活動を経て、2012年に、深澤達也さん、佐久間大輔さん、渡辺翔太さん、宮舘良太さん、岩本寺さん、安倍良平さんの6人で結成され、2019年に、 向井浩二さん、目黒蓮さん、ラウールさんの3人が新メンバーとして加入。2020年1月にメジャーデビューを果たした実力派アイドルグループです。ファンが感じる彼らの魅力や個性はどこにあるのでしょうか。オールアバウトニュース編集部が実施した調査からファンに深掘りしたスノーマンの魅力を紹介します。下積み時代が長いので、 精神面や考え方等のいろいろな面で尊敬できる。今回お話を聞いたのは、東京都在住の33歳の女性。まず、グループの魅力を聞くと、メンバーの人間性、そして、一人数とに得意分野がある点だと言います。具体的には、下積み時代が長いので、精神面や考え方等のいろいろな面で尊敬できるところがそれぞれにあります。 9人いるのに一人数とがちゃんと輝き、それぞれの得意分野がある。仲間やファン、仕事関係の方への心遣いは本当に尊敬するし、だからこそ彼らが国民的アイドルとして人気になったのだと納得できるグループですとのこと。スノーマンにハマったきっかけを尋ねると、子供が芸能のアカデミーに所属しています。ダンスのレッスンも行っていて、 ダンスの才能があるのではないかと期待しています。さらなるレベルアップをするために何かできることはないかと思い、普段から YouTube でダンス動画を見せることにしました。一緒にレッスンをしている仲間がスノーマンを見てるというので、スノーマンのダンスを練習しているうちに引き込まれて行きましたと回答。アクロバティックでハイレベルなパフォーマンスなど、 メンバー全員のダンススキルの高さでも有名なスノーマンダンス動画をきっかけに引き込まれていったという人も多いようです。佐久間大介さんがファンの一番の理解者だと思う理由は続いてメンバーそれぞれの魅力やグループ内での役割について聞きました。岩本照さんについてはメンバーのリーダーとしてメリハリをつけられる深澤達也さんについては 親しみやすいキャラで9人のバランスを取れると語りました。さらに、ラウールさんは、ダンス技術やスタイルの良さで見ている人を引きつけられる。渡辺翔太さんは、美声と、可愛らしさで、歌の上手さが引き立つ。向井康二さんは、お笑い的な部分とかっこよさのギャップがあるとのこと。安倍良平さんは、賢さと、あざとさで、幅広い人気を集められる。目黒蓮さんは、イケメンで、ドラマや、 映画の出演が多いのでスノーマンを知るきっかけを作れる宮舘良太さんは独特な話す間の取り方やワードが面白くバラエティも楽しくなるダンススキルも高いと続けました佐久間大介さんの魅力については男としてかっこいい部分守ってあげたくなるかわいい部分バレエを習っていた分美しいダンスの動きと引き込まれる部分 ムードメーカーで、いつも周りを気遣う部分。アニメが好きで自分の好きなことは、好きと言える部分。本当に多彩。オタクであるため、ファンの一番の理解者とも回答。グループの魅力を、一人数とがちゃんと輝き、それぞれの得意分野があると語っていたように、メンバーそれぞれの魅力で多方面からファンを引き込んでいる、ことがわかりますね。 スノーマンの共演者として相性が良いと思うタレント。スノーマンを好きになり始めた人に入門編として、まず年末の YouTube ライブを見てほしいと言います。その理由はバラエティに長けてるところや仲間の雰囲気の良さやダンススキルの高さなど一気に見られるからだそう。スノーマンのメンバーとして知られる人気グループが最近のインタビューで興味深い発言をしました。 彼らは共演者として理想的な相手として大泉博さんを挙げました。彼らの述べる理由は興味深く、その背後には意外な絆があります。スノーマンのメンバーたちは大泉博さんとの共演を通じて彼が理想的な共演者であると感じるようになったと語ります。テレビ番組での共演時、彼らは 大泉さんと心地よく交流し、親しく話す機会を持ったということです。また、その場でご飯に行く約束まで交わしたと言います。このような自然で心温まる交流が彼らの関係を強化し、共演の楽しさをさらに高めたのです。大泉博さんは、そのユーモアと魅力的な人柄で多くのファンを魅了しています。彼の人気は、 単なる芸能人としての地位を超えて、共演者たちとの絆を深める源泉となっています。スノーマンのメンバーたちは、彼との共演を通じて、新たな友情を育み、仕事の場における楽しさを体験しています。大泉博さんの存在は、彼らの芸能活動に、新たな活気と魅力をもたらしています。彼らが彼との共演を楽しみ、その経験から学ぶことは、 彼らのキャリアにおいても大きな意味を持っています。彼らは彼との交流を通じてプロフェッショナルな成長を遂げ、より豊かなパフォーマンスを提供することができるようになっています。大泉博さんとスノーマンの共演は単なる仕事上の関係を超えて真の友情を育む機会となっています。彼らの絆はファンにとっても魅力的で、 彼らの共演作品はますます多くの人々に愛されることでしょう。これからも彼らの共演は新たな驚きと感動をもたらし、エンターテインメント界に新たな輝きを与えていくことでしょう。さらに相性が良いと思うタレントは3時のヒロインだそうです。理由を聞くと、それ、素のによく出るので仲良しだし、友達みたいに楽しそうと話しました。 TBS 系列のバラエティ番組、それスノーマンにやらせてくださいは、多くのファンにとっては、待ち遠しい週の1コマとなっています。なぜなら、この番組は、スノーマンのメンバーたちがゲストとして出演し、視聴者に、笑いと感動を届ける場となっているからです。彼らが、番組に登場するたびに、視聴者は、友達同士のような、温かいやりとりや、 ユーモア溢れるエピソードを楽しむことができます。スノーマンのメンバーたちは、ただエンターテインメントを提供するだけでなく、視聴者との距離感を縮め、家族のような絆を築こうと努めています。スノーマンが、それスノーマンにやらせてくださいにゲスト出演すると、番組はいつも熱気に満ち溢れます。彼らの明るい笑顔と、キュートなトークは、視聴者の心を温かく包み込みます。 特に、メンバーたち同士の掛け合いや思い出話は、視聴者を楽しませるだけでなく、彼らの中の良さや絆を感じさせます。その友情は本物であり、視聴者はそれを通じて、彼らの心温まる絆を目にすることができます。さらに、スノーマンのメンバーたちが、番組内で披露する、様々な企画やチャレンジも、視聴者の笑いを誘います。 彼らが挑戦する新たなことや思わず目を疑うようなドタバタシーンは視聴者にとって永遠の思い出となるでしょう。番組を通じて彼らは自身の可能性を広げ新たな一面を見せてくれるため視聴者は常に彼らの活躍に胸を躍らせています。それスノーマンにやらせてくださいは単なるバラエティ番組にとどまらず視聴者とスノーマンとの間に 特別な絆を築く場でもあります。視聴者は、スノーマンのメンバーたちと一緒に笑い、涙し、成長することができるのです。そして、彼らの素晴らしい友情と才能を通じて、視聴者は常に感動と喜びを共有することが、できます。今後も、それスノーマンにやらせてくださいが、さらに多くの魅力的な共演を届けてくれることを、楽しみにしています。 スノーマンのメンバーたちが番組に登場するたびに新たな驚きや感動が待っていることでしょう。彼らの明るい笑顔と心温まるエピソードに視聴者はいつも癒され励まされます。それスノーマンにやらせてくださいはただのバラエティ番組ではなく特別な場所として視聴者とスノーマンの間に不思議な絆を築いています。